皆様こんばんは。本日はグランブランド大阪グランフィッシュクリスマス2018スパークリングメインクリスマスツリースパークリングデーの点灯式にようこそお越しくださいました。本日の司会進行を担当します西川大輔です。どうぞよろしくお願いします。さてここグランブランド大阪は開業以来クリスマス期間中に様々なイベントを開催しております。毎年ご来場の皆様にグランフロント大阪ならではのクリスマスの演出をお楽しみいただいております。今年2018年は本日11月8日から12月25日の期間でスパークリングをテーマにグランフロント大阪グランフィッシュクリスマス2018スパークリングと題しまして、グランフロント大阪の各所で様々な企画を開催しております。グランフロント大阪の5周年を祝うクリスマスです。祝祭感のあるクリスタルや線香をモチーフにして街全体をきらびやかな光のアートで包み込みます。そして今ご覧いただいておりますこちらナレッジプラザにはおよそ2万5000個のスワロフスキークリスタルで飾られた高さ8メートルのメインクリスマスツリースパークリングレイが飾られております。そして梅北広場をはじめとする施設の外周の樹木を彩りますシャンパンゴールドイルミネーションは昨年に比べておよそ 1.5 倍に規模を拡大いたしました。さらに飲食店舗ではおよそ30店舗が参加するスパークリングクリスマスメニューが登場。贅沢に金箔を使ったきらめくフードメニューが登場するなどラグジュアリーな時間を演出しております。その他イベントやキャンペーンなど盛りだくさんの内容で皆様をお迎えしております。いつ来ても何と来ても新しい出会いがあるグランフロント大阪ならではのクリスマスをぜひたっぷりとお楽しみください。さあそのスタートとなるのが本日です。スペシャルゲストの方をお招きしてただいまよりメインクリスマスツリーのスパークリングレイの点灯式を行ってまいります。どうぞ素敵な時間を最後までゆっくりとお楽しみください。それではまずはじめに主催者を代表しまして一般社団法人グランフロント大阪 TMO 代表理事の岩田健一よりご挨拶をさせていただきます。岩田代表理事よろしくお願いいたします。ただいまご紹介いただきました、グランフロント大阪 TMO の岩田でございます。本日はグランフィッシュクリスマス2018スパークリングクリスマスツリー点灯式に、ご参加いただきまして誠にありがとうございます。ついこの間まではハロウィンで盛り上がって急にまたクリスマスということで、日本人のあり方というのをいろいろ考えなきゃいけないところがありますが、今日から、新しい、また気持ちでですね、楽しいクリスマスを演出していきたいと思っております。皆さん本当に、今年のクリスマスはどうなさるどうお過ごしかなと、家族で来られたりとか、あと恋人同士、まあ、今日丸の内ではユーミンやっておりますけども、ユーミンがあの歌の中にですね、スパークリングワインですかシャンパンの向こう泡の向こうに夏の日の思い出がっていう歌もありますが、一人寂しいクリスマス、ただその中でもですねグランフロント大阪は皆さんに寄り添って、楽しいクリスマスに仕上げていきたいというふうに考えています。おかげさまでグランフロント大阪は5周年を迎えまして、この4月から、アートスクランブルということで、数々のアートをですねこの施設の中で、やらさせていただきまして、外にはグリーンのクマがいたりですね、いろんな意味で、その5周年を祝っております。6年目に入ったわけでございますけれども、一部そのレストランとかそういったところのですね商業施設も開始いたしまして、さらなるですね、ブラッシュアップして、皆様に新しいなんて言いますかステージを提供できるように、日々努力しております。まあ、このクリスマスツリーでございますけれども、この後デザイナーの長谷川さんに全部ご説明していただくのでございますので、私はちょっと説明を差し控えさせていただきますけれども、とにかく8メートルの2万5000個のですねソーラースキーを使ったものでございまして、まさに繊細かつ大胆なデザインになっているのではないかなと、まあ、そういった意味で非常に、長谷川様のですね、ご努力、非常に、
出てるんじゃないかなというふうに思っております。とてもまたいいものができたと我々も自負しておりますし、感謝の一人申し上げております。大阪が今すごい盛り上がっておりまして、この11月23日はなんとか大阪に万博が来るように、皆さんご努力なさっていると思うんですけども、この後 IR とかですね、どんどん、大阪関西が盛り上がっていくような、やはりイベントがどんどん目白押しでございます。その中の一つの講師としてですね、このグランフロントが、大阪関西アジアそして世界へ情報発信する、その源になるようにですね、日々努力していきたいと思っておりますので、皆様本当にご支援のほどよろしくお願いいたします。本日はどうもありがとうございました。岩田勉強理事ありがとうございました。さあ、それではここでこのメインクリスマスツリースパークリングレイのデザイン監修とライティングショーを演出していただきました空間デザイナーベルベットデザイン長谷川紀美さんにご登場していただき、クリスマスツリーについてお話を伺いたいと思います。どうぞステージにお願いいたします。ご挨拶、お声を聞かせていただいてもよろしいですか。はい、ベルベッタデザインの長谷川と申します。今日はありがとうございます。よろしくお願いいたします。まず長谷川さん、今回のクリスマスツリーのコンセプトからご紹介いただきたいなと思うんですが。はい、まずはですね、グランフロント大阪のこの5周年を記念すべき年に関わらさせていただいたことを大変光栄に思っております。今ご覧いただいているこのクリスマスツリーなんですが、スパークリングレイというふうに名付けました。見ていただくと分かると思うんですが、強く美しい線香をクリスタルと光で、使用しています。美しい線香はこの場に集う人と人、時と空間を結び未来へつながる光をイメージしてデザインしました。皆さんに今ちょっと言われてしまったんですけれど、3回目になりますが、高さ8メーターの約2万5千個のスワロフスキー社によるクリスタルを使用しています。時折この後見ていただくんですが、時折始まる光と音のショーではアニバーサリーをイメージした花が咲き、色とりどりに変容するツリーを見ていただきたいと思っております。またこのツリーは夜だけではなく、昼間も日の光によってキラキラ輝きますので、昼と夜と2つの表情をぜひご覧いただければと思います。そして、クリスマスの時期、このグランフロント大阪にはさまざまな素敵なデザインがたくさんあるので、この後どうぞゆっくり散策なさって皆さんで楽しんでいただければと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。素敵なメッセージをたくさんいただきました。とされて面でありますが、全く今までのお花とは違った印象にガラリと変わりました。こちらはなぜっていう理由はあるんですか。あの1年目、白い花、2年目、昨年はですね、はい、バラをモチーフにさせていただいて、今年はですね、グランフロント大阪さんがあのアートを年間通してアートを意識されてるということで、スタイリッシュでアートのもの、今までとはある意味逆に逆なイメージを裏切るようなスタイリッシュなものをデザインさせていただいて、光をとにかくつながる未来に羽ばたくような光をイメージするようなツリーを考えました。そして先ほどお昼間も、そして夜のライティングもいろんな楽しみ方があるというふうにお伺いしたんですけれども、角度によってまたこれ楽しめるというふうなことも先ほどお話されておりましたが、はい、ぜひ皆様にも伝えていただきたいと思いますけれども、はい、1階にいる皆様、もちろんこの見上げるような形でそびえ立つこのインパクトがあるツリーを楽しんでいただいて、この吹き抜け空間の2階3階上からはですね、実はこの後ぜひ上から見ていただきたいんですが、放射状のこの線香をイメージした白いラインが放射状になっていて、中心になってこう上に舞い上がるようなイメージでデザインしております。じゃあ魅力、いろんな表情があっていろんな魅力が詰まったツリーをね、ぜひ皆様いろんな場所でお楽しみいただきたいと思いますが、はい、お楽しみください。そして繊細かつ大胆とおっしゃっていました岩田さん、改めてこうツリー間もなく点灯というこの瞬間ですが、いかがですか。
今年も非常にいいものを作っていただきまして、私ども非常に感謝しております。本当になかなか思いつかないイメージをですね、ここでまた大胆に表現していただきまして、これでまたそういった意味でこのグランド大阪がですね、一つまた飛躍できる一つの、講師になればいいかなというふうに思っています。本当にありがとうございます。ありがとうございます。お二人の話を聞いてですね、この後のモテントシが非常に楽しみで待ちきれない進化を間もなく迎えようとしておりますが、その点灯の瞬間が近づいてまいりまして、この点灯式にはなんとですね、とても華やかで素敵なゲストの方が来ていただいております。それではこちらにお呼びしたいと思います。本日のスペシャルゲストは富永愛さんです。よろしくお願いします。ではまずは私の方から簡単にプロフィールをご紹介させていただきたいと思いますが、17歳でニューヨークコレクションでデビュー、一躍話題となります。以後およそ10年間にわたり世界の第一線でトップモデルとして活躍。その後拠点を東京に移し、モデルのほかテレビ、ラジオ、イベントのパーソナリティなど様々な分野でも精力的に挑戦。日本人として唯一無二のキャリアを持つスーパーモデルとして、チャリティー、社会貢献活動や日本の伝統文化を国内外に伝える活動など幅広く活躍されておられます。本日はどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。一旦こちらの私の一列にお並びいただきましてありがとうございます。さあそれではですね、今回のメインクリスマスツリーにあった華やかなドレスで登場していただいたんですけども、ちょっとお二人はどうですか。皆さんお会いしてみて、吉さんから。あまり美人がそばにいたことがないので、でもこんなに背の高い方だとは思わなかったんですが、非常にちょっと手に汗をかいておりまして、このマイクを落としてしまいそうじゃないですけど、本当に今日はありがとうございます。こちらこそ、ありがとうございます。ありがとうございます。長谷川さんいかがでしょう。素敵すぎて、このツリーのデザインにぴったりな素敵な愛さんで、もう嬉しいです。ありがとうございます。ちょっとクリスマスらしいドレスで、いやもう素敵でございます。来たんですけど、はい、今ね、長谷川さんはもう制作した側からも最高の褒め言葉といいましょうか、いかがでした。こうツリーにぴったりというふうな。嬉しいです。すごい素敵なツリーで、ご覧になっていかがですか。そうですね、すごいスワロフスキーがキラキラしてて綺麗ですね。素敵です。さあそれではですね、まもなく点灯の瞬間を迎えようとしておりますが、一旦長谷川さん、岩田さんにはご講談いただきまして、後ほどフォトセッションの時にまたよろしくお願いしたいと思います。ありがとうございました。さあそれでは点灯の前に、ここで富永愛さんに少しだけお話をお伺いしていきたいなと思うんですが、愛さん、グランフロント大阪は初めて来られましたか。そうだと思います。いかがですか、この景色は。そうですね、グランフロントってすごい大きなところですよね。そうなんです。もちろん大阪グランフロントからアジア世界にという、先ほど岩田さんからもお話があったんですが、いろんなその研究であったり情報であったり文化であったりファッションであったり食であったり、いろんな情報がここに詰まっているという中心の場所で、さまざまな方が新しい発見やデザインを楽しむという出会いの場所なんですが、そこでのクリスマスという風になっております。そうですね、私も日本から世界に出ていったので、共通点はあるのかな。もう愛さんはいろんな場所でのクリスマスも楽しまれていると思うんですが、世界のクリスマスというのはいかがなんでしょう。そうですね、どちらかというとクリスマスは家族で過ごすものっていうイメージがあって、日本はすごく多様なクリスマスがあるなという気がします。そうなんですね。そんな中で、じゃあ愛さんはどういった時にクリスマスな気分になりますか。でもやっぱり街のイルミネーションとか、やっぱりこういうツリーとかを見ると、あ、クリスマスなんだなって。私も今日点灯式に参加させていただくということで、あ、クリスマスが来るんだなっていう気がしてます。じゃあ実際にご覧になって、今この今年のクリスマスを今から感じる瞬間が間もなくと。そうですね、はい。イルミネーションとかのお話も聞いたんですが、クリスマスはね、お食事も美味しい季節でございますけども、このクリスマスのお食事、好きな食べ物とか印象はありますか。
そうですね、子供がいますので、はい、毎年クリスマスはチキンの丸焼きをオーブンで焼いてっていうのがいつものクリスマスですね。素敵じゃないですか、ね、一緒にお食事をとって、やはりやっぱ家族と過ごすクリスマスがあったかくてっていうのはありますか。そうですね、自分の子供の時に例えばできなかったことをやりたかったりとか、やってたことをまた同じようにやりたいとか、そういう思いもありますし、まあ、子供もそうですね、大きくなってきたので、大人なクリスマスも楽しみたいなって思ったりとか、もう愛するお子さんと一緒に新しいいろんなクリスマスを共に作って過ごしていくと。で、またファッション、そしてモデルとしてもご活躍ということなんですが、表現する身にまとうという意味でのクリスマスっていうのはいかがでしょう、印象は。そうですね、やっぱりおしゃれしたいですよね、クリスマスって。例えばディナーに行くときとかはいつもよりおしゃれに着飾っていきたいなって思いますよね。もうじゃあ着飾ってその服装からもクリスマスをしっかり楽しむというのも魅力の一つですよね。そうですね、まあ、あんまり着飾りすぎると私目立っちゃうんですけどもうオーラが半端ないでございますから。じゃあそれでは最後に質問、今年のクリスマスなんですが、どのように過ごされたいですか。そうですね、あんまり考えてないんですけど、なんか2種類あったらいいかなと。2種類ですか。子供と過ごすいつものクリスマスと大人なクリスマスあったらいいなと思います。じゃあその時に先ほど言ったお食事であったりの楽しみ方とファッションの楽しみ方、そうですね、ぜひ2つ楽しんでいただきまして、そしてそのクリスマスを今からの伝統グランフロント大阪でスタートさせていただきたいと思いますので、はい、後ほどよろしくお願いいたします。さあ、たくさん話をもっと聞きたいところではありますが、いよいよの瞬間ということになります。本日のメインイベント、クリスマスツリーの点灯式のお時間がやってまいりました。では愛さん、こちらの方にお進みいただきたいと思います。はい、さあ、いよいよグランフロントに祝福の光が降り注ぎます。特別な輝く瞬間です。このメインクリスマスツリーの点灯を富永愛さんに後ほどお願いしたいと思うんですが、私がグランフロント大阪グランウィッシュクリスマス2018スパークリングスタートと言いますので、そのスタートの掛け声と同時に点灯スイッチのボタンを、あちらを愛さん押していただきたいと思います。いよいよですけども、愛さん、心の準備はいかがでしょうか。はい、そうですね、押し間違えないように間違えそうもないんですけど、間違えないようにします。そうですね、はい、見るからにボタンは一つで台が一つということですから、はい、大丈夫だと思いますが、あとはもうグランフロントからの素敵なクリスマスを発信していくツリーに命を吹き込むという素敵な瞬間ですので、ぜひ、はい、最高の瞬間をお楽しみいただきたいと思います。そしてですね、ツリーは全点灯した後なんですが、ライティングショーの演出照明に切り替わります。その際は辺りが一旦暗くなりますので、私の方からその際にはアナウンスをさせていただきたいと思います。では愛さん、あちらの方にお進みいただきまして、スタンバイをよろしくお願いいたします。さあ、いよいよ待ちに待った瞬間がやってまいります。それでは愛さん、スタンバイよろしいですか。皆様もよろしいでしょうか。それではメインクリスマスツリー点灯式の本番に参りましょう。グランフロント大阪グランウィッシュクリスマス2018スパークリングスタートです。いかがでしょう、点灯してご覧になって。改めて綺麗ですね、本当に綺麗で、先ほどはこちらのステージ照明が反射していたんですが、またもう一層よりきらびやかな光が放たれておりますけれども、でこの後ですね、いよいよグランフロント大阪の2018年のクリスマス点灯してライティングショーに行きたいということになりますけれども、
ライティングショーはまたアイさんのステージの上でお楽しみいただきたいと思いますし、また皆さんもそれぞれの場所からたっぷりとお楽しみいただきたいと思うんですが、その際には先ほど私もアナウンスさせていただいた、一旦あたりが暗くなりますのでご注意いただきたいと思いますけども、さあいよいよ命が吹き込まれましたが、一旦じゃああちらの方に移動してもよろしいですか。じゃあアイさん今度こちらの方に、はい、移動していただきまして、ライティングショーをゆっくりと皆様お楽しみいただきたいと思うんですが、このメインクリスマスツリーのライティングショーなんですが、12月25日火曜日まで午後5時から午前0時までの時間たっぷりとお楽しみいただけるようになっております。さあそれではアイさんにはこちらにいていただきまして、私は一旦下の方に行かせていただきたいと思いますが、ぜひ皆さんお楽しみいただきたいと思います。この冬だけの特別な時間をお届けしたいと思います。光りきらめく瞬間です。輝く時間をゆっくりとお楽しみください。それではライティングショースタートです。率直な意見を聞かせていただいてもよろしいですか。いかがでした。ライティングがこう天から降りてきて、はい、でツリーに全体的に光が入るっていう、すごく美しいですね。あの音響の効果もあってこう込み上げるものがありましたけれど、あの光も優しい柔らかな光もあれば、光り輝く光を放つような光もあったりとか、あの星空を見てるような、すごく綺麗でした。いやもう、なんかいいですね。いいですね。クリスマス、どうですか、アイさん。今年のクリスマスはやってきましたか。やってきましたね。いろんな方々がいろんな捉え方ができると思うんですが、あの長谷川さんがおっしゃるには、人と人とをつなげる未来に向かっていくための
ツリーなんだというメッセージもありました。本当にあの共に見る大切な方々、お一人見られてもね、それぞれ受け取る方法は違うと思いますけども、この素敵なツリーはね、今こうやって見たこの瞬間もね、すごく大切にしたいですね。そうですね。さあそんな中でもういよいよあの点灯もありまして、最後になるんですけども、素晴らしいクリスマスをそれぞれの方々で過ごしていただくために、愛さん、来ていただいた皆さんに最後メッセージをいただけますか。はい、そうですね、こうやってクリスマスの始まりを皆さんとお祝いすることができてすごく嬉しいです。私も点灯式っていうのは実は初めてなんですけど、なんか今年のクリスマスはいいクリスマスになりそうですね。素敵なクリスマスを。ありがとうございます。ありがとうございます。素敵なクリスマスをという優しいメッセージもいただきました。さあそれではお時間が来てしまったということなんですが、以上をもちまして一旦点灯式は終了とさせていただきます。